どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、とうとうね、リアルカード発行開始ということで、今回ですね、こちらのミクシー M がですね、とうとうリアルカード発行開始になりましたので、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、ミクシー M はですね、こちらの全身のカード 6g からですね、やっとリアルカードをですね、新しくね、発行しますということで、もともとこのミクシー M っていうのは 6g っていう名前だったんですよね。で、こちらのプリペイドカードが、まぁ、ちょっとね、息子にシール貼れちゃってますけども、このカードね、出たのがもうかなり前なんですよね。で、その時もかなり話題になったわけなんですけども、本当にね、1週間とか10日ぐらいでね、このカードって廃止になっちゃったんですよね。まあ、廃止っていうか、まあ、受付停止みたいな。まあ、そういった感じになって、まあ、そこからね、リアルカードっていうのは発行できなかったわけなんですけども、今回ですね、リアルカードね、発行開始になりましたということで、まあ、それと一緒に発行開始キャンペーンみたいなのもね、一緒に始まっておりますので、このね、ミクシー M っていうのはですね、まあ、前回ね、こちらの動画で紹介させていただいた通り、ANA マイルのね、最大還元率が 1.75% で、こちらね、最後の出口がこのミクシー M になってるんですよね。で、またね、JAL マイルの還元率もね、1.25% 取れるということで、かなりね、待望のこのリアルカード再発行っていう風になりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、ANA マイルの還元率ね、1.75%、JAL マイルの還元率ね、1.25%、JQA ポスゴールドカードからね、利用していただくと、こういった形のルートになりまして、利用することができるっていう風になるんですよね。まあ、こちらの解説はね、前回詳しくね、やりましたので、今回ね、まあそこまで触れませんけども、これのね、一番最後に出てくるのが、このね、ミクシー M っていった形になるんですよね。で、この最後ね、チャージしてって、このリアルカードがね、今までなかったので、今まではですね、クイックペイでしか利用することができなかったんですよね。まあ一応クイックペイとネット決済とかね、まあ利用することができたんですけども、物理カードとしてね、利用することができなかったんですよね。で、今回ね、大会ということで、券面はですね、こういった形になってるんですよね。まあ白と黒のカラーがね、あるっぽいんですけども、まあ前回同様ですね、こちらもね、見ていただければね、わかる通りスケルトンなんですよね。はい。ですので、まあこの、中がね見える感じの券面なんですけども、今回のねこの新しい再開されるカードも、まあ、そういった感じのねカードっていった形になるんですよね。で、リアルカードね発行するにはですね、発行手数料はね残念ながらかかってしまうんですよね。このね、6g 出た時はですね、なんか紹介キャンペーンみたいなのをやって、まあその紹介でね、当選すると無料で発行できるみたいな、まあそういった感じだったんだけなんですけども、今回ね、リアルカードに関しては、発行手数料1000円がね、かかるっていった形になるんですよね。かなりね、思い切った価格設定ですよね。この発行手数料っていうのは、まあ、B4 さんを除くね、プリペイドカードでは、まあ、ほとんどかかるんですよね。まあ、レボリュートも発行手数料かかんないですね。まあ、それ以外だと、多分発行手数料かかんないの、B4 さんぐらい、まあ、あるかもしれないんですけども、まあ、結構少ないんですよね。ですけどもね、1000円っていうね、リアルカード発行手数料っていうのは、まあ、結構ない部類なんですけども、このね、ミクシー M の発行手数料はね、1000円って言った形になるんですよね。このね、ミクシー M 自体はですね、aupay プリペイドからね、チャージしていただいた時に還元が取ることができたりですね。またね、こちらの表、先ほどの表になりますけれども、エポスゴールドとかね、JQ エポスゴールドの選べるポイントショップでミクシー M ね、選択していただければ、基本還元率ね、3倍になったりね、しますので、まあ、これをね、見込んでなのか、カード発行手数料はね、かなり高めにね、設定されておりますよね。で、特徴としてはですね、公式サイトでね、こういった形になっておりまして、ミニマルながら、美しい透明感のある新デザインということで、白と黒の展開で仕上げておりますということで、まあ、全身のね、この 6g とね、かなり似てるみたいなんですけども、まあ、券面はちょっと違うみたいな。まあ、こういった形になります。で、ナンバーレスで安全ということで、まあ、前回のカードもそうなんですけども、番号をね、一切書いてないし、セキュリティコードとかも何にもないんですよね。ですので、今回のカードに関しても、すべてね、アプリの中にね、集約されているっていった形になるんですよね。で、またですね、こちら、タッチ決済にもね、フリックマークがついておりますんで、ビザのね、タッチ決済にも対応しているっていう風になりますんで、スマートに支払いがね、完了することができるって言った形になるんですよね。で、個人的にね、このミクシー M のありがたいところはですね、このミクシー M ね、Apple Pay に登録することができるんですよね。ですんで、この Apple Pay でね、利用することができるっていうのもですね、
かなりね、おすすめポイントの一つなんですよね。またね、それ以外の基本スペックとしては、月間決済上限がですね、50万円までっていう風になっておりまして、MIXIM のね、アカウントにはね、バーチャルカードがね、何枚か発行することができたりできるんですよね。まあ、こういうのとか、このね、リアルカード、これはもう、6g っていうね、前のプリペになるわけなんですけども、今回ね、MIXIM発表されまして、もう1枚ね、発行することもできたりするんですよね。ですので、リアルカードもね、2枚とか発行することができるんですけども、全部を合わせて月間の決済上限は50万円までっていった形になります。で、有効期限はね、3年間っていった形になるんですよね。で、今回ですね、リアルカード再開ということで、発行記念キャンペーンプラスですね、プレミアムプランのサブスクもですね、一緒にね、発表されました。ということで、リアルカード発行キャンペーンプレミアム期間機能提供開始ということで、今回ね、リアルカード発行するのにね、1000円かかるわけなんですけども、今回このキャンペーンですね、期間限定でプレミアムプラン3ヶ月プラス、リアルカード発行特典、これを合わせてですね、全部で1000円でね、利用することができます。で、このカードね、リアルカード発行も入ってて、プラスね、このプレミアム会員の3ヶ月のね、特典が付帯しているって言った形になります。全部合わせてね、1000円で利用することができるっていう風になっておりまして、このね、プレミアムプランっていうのは本来ね、月480円のサブスクリプションっていう風になってるわけなんですけども、今回のね、リアルカード発行クーポンとプレミアムプラン3ヶ月がね、付帯して1000円って言った形になります。で、このプレミアムプランね、加入するとどんな特典があるのかっていう話なんですけども、まずですね、ガソリンスタンド、ホテルでの支払いがね、利用することができます。基本的にね、レボリュートとかね、できたりするんですけども、ガソリンスタンドとかね、このホテルの利用っていうのは、プリペイドカードだとね、跳ねられてしまうんですよね。後からね、請求額上がったりしますよね、ホテルとかの場合。ガソスタホとかもね、まあ、そういった仕組みになってるみたいで、利用することがね、プリペだと利用できないんですよね。まあそれがですね、このプレミアムプランで、さらにね、残高が1万円以上であれば、まあホテルだったりね、ガソリンスタンドでも利用することができるっていった形になります。またですね、一月バーチャルカードね、3枚まで無料でね、発行することができます。こちら本来ね、100円かかるはずなんですけども、このプレミアムプランに加入していると、月3枚までね、無料で発行することができます。次にですね、残高受取手数料5000円まで無料ということで、送金することができるんですよね。まあ、これが、月5000円までね、無料で利用することができるっていう風になっておりまして、海外加盟店手数料無料のね、特典も付帯しているっていった形になります。個人的にね、注目なのは、海外加盟店での手数料無料サービスということで、このね、MIXIM っていうのはですね、海外手数料ですね。本来 3% 加算して、請求が来るって言った形になるんですよね。まあこれがね、この MIXIM の 3% の海外手数料っていう風になるわけなんですけども、プレミアムプランね、加入していただくとですね、こちらね、無料で利用することができるって言った形になるんですよね。ですので、まあ海外でね、利用する機会の多い方はですね、こちら登録していただくと、外貨決済手数料ね、なしで利用することができるっていう風になりますんで、かなりね、お得になりますよね。で、またですね、先ほど言った通りね、この MIXIM っていうのは、Apple Pay にね、登録することができるっていう風になりますんで、海外ではですね、Visa Touch ね、かなり利用できるところが多いので、これがね、Apple Pay に登録できて、またね、プレミアムプラン加入していただければ、外貨決済サービスのね、手数料 3% かからないっていう風になりますんで、まあ、海外でもですね、iPhone だけでね、支払いが完結できて、しかもね、お得に利用することができるっていう風になりますんで、これはね、結構いいポイントだな、なんていう風に思います。で、外貨決済手数料といえば、こちらのレボリュートですよね。このレボリュートはですね、外貨決済手数料がほぼかからないね、プリペイドカードということで、まあ私の動画でね、めちゃくちゃおすすめさせていただいてたわけなんですけども、残念ながらですね、チャージ手数料の導入がですね、先月ぐらいにですね、発表あったんですよね。で、結局、先月ね、発表があって導入するっていうのが4月の17とかだったと思うんですけども、こちらはですね、結局4月17日に導入されずに延期になってたんですよね。で、これいつにね、導入されるのかななんていうふうに思ってたんですけども、なんとですね、こちらの動画が出てるのが5月の17日ということで、5月の16日にですね、チャージ手数料ですね、導入するっていうのが発表したんですよね。しかも導入はですね、この動画が出てる5月の17日っていう風になりますんで、もうね、こちら
カードからね、このレボリュートチャージしていただくと、チャージ手数料ね、1.7% ね、請求されてしまうっていう風になるんですよね。まあ、こういった形になりまして、まあ、1.7% っていう風になりますんで、1万円チャージして170円ですよね。まあ、ミクシー M ね、サブスクリプションプレミアムプラン、月ね、480円かかってきてしまうっていう風になりますんで、まあ、どっちが安いかって言ったら、まあ、全然ね、レボリュートの方がね、お得に利用することができる。まあ、カードのね、チャージは手数料かかりますけども、銀行とかデビットカードとかだとね、かからないっていう風になりますんで、まあ、それでもね、レボリュートの方はね、安くなるわけなんですけども、このね、Apple Pay がね、利用できるっていうね、このミクシー M も、まあ一つね、こちらはいいポイントだななんていうふうに思うんですよね。まあこれで480円っていうのはね、ちょっと高いですかね。まあこの480円でもう一つね、なんか特典が、まあこの海外旅行税にね、いいところでなんかあればね、もう一押しね、できるっていう感じなんですけども、まあ今回ですね、まあ480円で、この外貨決済手数料はですね、無料でね、利用することができるっていった形になるんですよね。とはいえですね、ANA 前の還元率で最大 1.75% ね、獲得していただくにはですね、こちらがね、必要っていう風になってきますので、今までね、待たれてた方はですね、発行していただいてもね、いいのではないのかなと思います。まあね、1000円かかりますんでね、ちょっとこのプレミアムプランとか、まあこのミクシー M のね、新しいカードとかね、見たいとかね、まあそういった感じであればですね、発行していただくのもね、いいのではないのかななんていう風に思うんですけども、まあちょっとね、1000円かかるんで、ここはね、お好みになるかななんていうふうに思うんですけども、まあこちらのルートでですね、お得にね、ANA マイルね、貯められたいっていう方はですね、やっぱりね、クイックペイだけでね、利用していただくっていうのは、まあちょっとね、利用しづらい部分も多いかななんていうふうに思いますので、今までね、待たれてた方はですね、まあ発行していただいてもね、いいのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。で、こちらね、発行方法なんですけども、iPhone のね、アプリ、ミキシー M ね、ありますよね。で、こちらですね、今まで入れられている方は、アップデートしていただくと、このね、新カードをね、発行することができるっていう風になりますんで、アプリの方をね、アップデートしていただいて、利用ね、していただければなと思います。私もですね、この新しいカードね、発行させていただきました。またね、カードが来ましたらですね、皆さんにね、お見せさせていただきたいな、なんていう風に思うわけなんですけども、まあ、ぜひね、アプリね、アップデートしていただいて、チェックね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラムもね、やっておりますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。